こんにちは。Guten Tag。タツとナタチヌルです。今日は、僕たちの、結婚するまでの流れとか、結婚するまでの経緯を説明していこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、あ、じゃあまず、はじめに僕たちのことについて少し話させていただきます。僕が日本人で、妻が…私はウクライナに生まれましたが、ドイツに住んでいました。籍を入れたのが去年の3月なんですけど、それまでにウイルスが流行ったり、あとウクライナとロシアで戦争が起きてしまったりっていうのが重なって、すごい苦戦したような感じです。うんうん、大変だったね。難しかったです、うん、はいはい、大変だった。大変でした。大変でした。それでも結婚できました。頑張りましたね。はい、じゃあまずは結婚に必要な資料について説明していきたいと思います。日本で結婚するためにいろいろな資料が必要ですね。これはなんか相手の国によって必要な資料とかは変わってくると思うので、うん、まあ、自分たちの場合はということで、はい、日本人の僕が必要になる資料が、住民票と戸籍謄本だけになります。あと婚姻、あ、そうか、あと婚姻首証明書。うん、私だったら私の出生証明書、そして私の母の出生証明書が必要でした。あとはパスポートやパスポートのコピーとかが必要でしたね。うん、必要。はいはい、それにプラスで結婚届が必要になります。または私の出生証明書はドイツ語でなので、翻訳が必要です、ね。私が翻訳できるので、なので自分で翻訳してもいいでした。その前にもちろん、市役所に、うん、これはいいんですか、うん、連絡しました。なぜ婚姻グービー証明書、なぜ婚姻グービー証明書は必要でしょうか？なぜ必要かは3つありまして、まず1つ目が我が国で成人して結婚できることを証明する、はい、その次は私たちはまだ結婚していませんですね。ということを証明する、はい、最後3つ目が自分たちが血縁関係にないということを証明する。この3つを証明するために結婚グビ証明書が必要になります。はい、でもどうやって婚姻グビ証明書がもらえますか？うん、いい質問です。まあタツは日本人ですから、タツに対して婚姻グビ証明書は必要じゃない。私は外国人だから、うん、と外国で結婚したいので、私に対して婚姻グビ証明書は必要です。だからこの婚姻グビ証明書は私の国ドイツでもらいます。うん、そのためにいろいろな資料が必要です。あ、妻が結婚グビ証明書をもらうのに僕が渡さないといけない資料がアポスティーユがついていて、ドイツ語から日本語に翻訳された住民票がまず必要になります。どうやってアポスティーユがもらえますか？アポスティーユは外務省に郵送したり、まあ、直接外務省に行ってもらうことができます。うん、その後翻訳ができます。その前にできません。うん、まあできるけど、アポスティーユがつきませんので問題になります。アポスティーユを取るためにはまずは翻訳なしで。はい、まず翻訳なしです。まずアポスティーユ、まずアポスティーユをもらってから翻訳ですね。はい、その後翻訳。それと2つ目が大使館の公認のハンコが押されたパスポートが必要になります。あとはもうアポスティーユとまた翻訳がついた戸籍謄本が必要となります。はい、でこの3つを日本で済ませた後にドイツに送りました。はい、ドイツではペアゾナルアスバイスのコピーが必要でした。これはそのまま市役所でもらいます。パスポートも必要でした。その後、出生証明書が必要でした。私はウクライナに生まれましたので、私の出生証明書はウクライナ語です。だから、アポスティーユと翻訳が必要です。と、この全部の資料は
6ヶ月間以内、6ヶ月の期間が超えるとその発行してもいただいたその資料っていうのが全部使えなくなってしまうので、発行した後に6ヶ月以内に手続きを全て終わらせるっていうのがポイントに、はい、そう、まず達は市役所に行って、婚姻届をいただいて、そこにこう穴埋めをした後に最後本人と本人の親のサインが必要なので、それをドイツに送ります。うん、私のサインも必要です、うん、もう私と結婚するのでですよね。その後外務省で先ほども言ったあの住民票戸籍謄本にアポストイルを取得してドイツに送りました、うん、そのしながら私も準備しました。まあ自分の資料を集まって、で日本の手紙を待ちました。うんうん、タツの資料が着いたら日本語からドイツ語に翻訳者に行って翻訳してもらいました。そして私のウクライナの祖母も、資料を送って、その次の日戦争が行いました。妻がウクライナにいる祖母に出生証明書の申請をお願いして、うん、で祖母がその申請を完了してドイツに送ろうとした翌日にキエフに襲撃があって、そのせいで出生証明書がキエフに3ヶ月以上、ずっとあったような感じですね。うん、その時にどのぐらいかかってる分かりませんでしたので、大変でした、うん、どうなってるか分からなかったね。私はとても心配してました、うん、結婚できるか、うん他に、まあ、3ヶ月間の後で、ウクライナの手紙が着きました。その後、全盲の資料でドイツの市役所に行って、結婚の場所があるので全盲の資料を見せて婚姻グビ証明書を、まあ、申し込みました。これは多分1週間、2週間ぐらいかかりましたと思います。なんかちょっと時間がなかったので、お願いがなんかもっと早ければのお願いと言いました。その後、婚姻グビ証明書をもらって、私は全部のドイツの資料を日本語に翻訳しました、うん、そしてエクスプレス郵便で日本に送りました、うん、高いです、高かったです1万円ぐらい。で、ドイツからの必要な書類も全部届いて、で自分の必要な書類も全部揃ってたので、それを持ってで市役所に行って、で市役所に着いた時点で妻にビデオ電話をしながら籍を入れたっていう、うん、とオンライン結婚入籍、オンライン入籍オンライン入籍とその前にもう一回私と結婚したいと聞きました。ドキドキしていましたそうですね、うん、これから外国の方と結婚する際に結構大事なポイントとなるのが、一部の書類の有効期限が3ヶ月だったり半年間っていう決まりがあったりするので、そこは注意していただければなと思います。質問があるときに市役所と、まあ、大使館一番私たちに助けました。大使館に行けば大体何でも教えてくれます、うん、メールで何でも聞いて、みんなは何でも知りました ね、 ね何でも知ってる、はい、最後にちょっと私たちの気持ち説明したいと思います。私に対してちょっと大変な時間でしたね。いっぱい心配してました、まあうん、その時に日本はとても厳しくて、家族じゃなかったら日本に来ることができませんでした。だからちょっと大変でした。一緒に結婚したかったのに、もう全部の資料あっても日本に来ることできなかったもんね。はい、これは一番大変と思いました、うん、残念ですね、うん、と戦争の心配もちろん、うん、そうだね。まさかウイルスの蔓延でってのもあったんですけど、やっぱそれよりも一番衝撃的だったのがいきなりの戦争勃発だよね。はい、大変なんだね誰もが予想できなかったことがなんか起きるっていうかね、うん、びっくりしたね。びっくりでした。まあでも今大丈夫ね、全部は良くなりました。うん、今はもうね、良かったね。はい、今は大丈夫ですね、うん、結婚できて、うん、元気です元気です、はい、So, that's it!
Thank you for watching. I hope for someone this might be useful or may encourage you and give you maybe a little bit、support. Thank you for watching. ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。